私の名前はなるみ、戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。みんな明けましておめでとう。今年も一年みんなにいい年になることを私も願ってるよ。私は多分今年もいろんな人に絡まれるんだろうな、なんて考えても無駄だから考えないようにしようかな。なるみさんの家に行ってもいい？え、なんで？なるみさんの家っておせち食べた？もし余り物があるなら私がもらってあげる。だから今からなるみさんの家に行くね。来られても困るし、残り物なんてないよ。近所のママさんたちと一緒に食べちゃったし。私まだ食べてないんだけど。自分の家で食べたでしょ。けど私、なるみさんの家のおせちも食べたい。今からもう一回作ってよ。無茶言わないでよ。わかった。じゃあなるみさんからお年玉をもらうことで我慢するよ。は？だからなるみさんからのお年玉をもらいに行きます。お年玉ってお子さんにってことだよね。違うよ、私に。なんで私があなたにお年玉をあげないといけないのよ。子供だけしかもらえないなんて決まりはないでしょ。私にもお年玉ちょうだい。私も欲しい。大人になってからもお年玉欲しい。そんなに欲しいなら自分の旦那さんにでも頼んだら。なんでママ友同士でお年玉のやり取りしないといけないのよ。何言ってるのよ。私はもらう側、なるみさんが渡す側。ますます意味わからないじゃない。交換するならまだしも、なんで一方的に私が渡すだけなのよ。だってなるみさんの方が年上でしょ。それに収入だってなるみさんの方が高いし。そんなの関係ない。そんなことないよ。大人から子供にあげるのがお年玉でしょ。なるみさんの方が大人で、私の方が子供じゃん。ある意味子供かもしれないけどね。じゃあ私にもお年玉ちょうだい。30超えた人がお年玉をちょうだいなんて言うんじゃないの。いくつになってももらったっていいでしょ。それであなたの家族だったらくれる人もいるかもしれないけど、私たちはただのママ友なのに、なんでお年玉あげないといけないの。そんな冷たいこと言わなくてもいいのに。欲しい欲しい。そんなこと言ったってあげないからね。なるみさんの方が稼いでるんだからいいじゃん。そういう問題じゃないの。あなた一人にあげたら他の人も欲しいって言い出すかもしれないでしょ。そもそも私は自分の親戚や子供に渡す分で手一杯なの。はぁ、おせちもくれない、お年玉もくれない。本当にケチ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 。好きに言ってください。とにかくなるみさんの家に遊びには行くからね。来ないで。おせちもないって言ったでしょ。何しに来るのよ。とにかく遊びたいだけ。年末年始って気分が上がるでしょ。だからその延長線上でなるみさんの家に遊びに行こうかな。絶対に来ないで。どうして？お年玉欲しいとか言っている人が家に来るって怖いんだけど。次は何を欲しがるんだろうって。そんな私のことを金の亡者とでも思ってるの？心配しなくても大丈夫。何も欲しがらないから。さっきの LINE を送ってきた人の何を信用しろっていうの？とにかく私、なるみさんの家に遊びに行ってもいいよね。今来たとしても私家にいないから。え？どこに行っちゃったの？年始なんてみんなお出かけしてた当たり前でしょ。義実家に行ったり、自分の家族に挨拶行ったり、あとは子供を連れてちょっとしたお出かけしたり。そんな、出かけるならちゃんと言っておいてよ。私もなるみさんの家に着くんだけど。は？なるみさんだったら家にいると思ったのに、なんで出かけちゃうの？プンプン。いやいやいや、普通に迷惑だから。約束してるわけでもないのに、なんで勝手に家に来ちゃうのよ。友達同士が遊ぶのに約束が必要？子供の頃よくやらなかった？友達の家に行って遊ぼうよって声かけるやつ。だから私たちも30超えてるんだけど、そんな何十年も前の話されたって。いくつになっても私は童心を忘れたくない。だからなるみさんの家にアポなしで訪問するし、お年玉だって欲しいし、おせちだって食べたい。やってること小じきみたいなんだけど。私そんな難しい言葉わかんない。こういう時だけ子供のふりしないで、自分の家で家族と過ごせばいいでしょ。それがさ、子供たちは今実家にいるんだよね。旦那は仕事だから。旦那さん仕事なんだ。それは大変だね。っていうか、なんであなたは実家に帰ってないの？せっかく子供のことを人に任せられるんだから、
私は自分のことに専念したい。普通家族で年越していろいろお出かけしたいものじゃないのって、私の普通を勝手に強要するのは良くないか。そうそう、私はゆっくりまったりしたい派なの。なら一人でゆっくりどうぞ。私の家に来なくて結構です。そんなこと言わないでよ。ちなみに今どこに行ってるの？ちょっとしたお出かけだからもう少ししたら帰るけど。じゃあなるみさんが帰ってくる前に早く家の中に入らないと。は？おかしいでしょ。何がおかしいの？なんで家主が帰ってくる前に家の中に入ろうとしてんのよ。招かれてもいないのに家の中に入れるわけないでしょ。そして普通に全部鍵かかってるし。合鍵とか近くに隠してないの？よくあるじゃん。ポストの中に入っていたり、近くの植木鉢の下にあったり。そんなの危ないからしてないよ。じゃあ早く帰ってきてよ、寒い。もし帰ってくるのが遅かったらどこかが壊れることになるけど。そんなことしたら不法侵入だし、あと普通に壊したら警察呼ぶからね。そうならないために早く帰ってきて。いや、やっぱり嘘、帰ってこないで。どっちなのよ。私いいこと思いついた。嫌な予感しかしないんだけど。なるみさんの家にあるもの、私が断捨離してあげる。は？だから私が断捨離してあげる。去年ちゃんと片付けした？できてないでしょ。だから私がいらなそうなものを全部捨てといてあげるね。もちろん捨てたり私が売りさばいても文句言わないでよ。私はなるみさんのためを思って行動するんだから。それ普通に窃盗罪だよ。分かってて言ってるよね。私難しいことわかんない。いい加減にしてよ。さっきからくれ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 。あなたが家に来ても何一つあげないから。なるみさんがそうやってくれないから私が勝手に持っていくことになるの。年末どうせちゃんとした片付けもできてないんだろうし、私が家の中きれいにしてあげる。家には必要なものしかないから。それに年末にいろいろと片付けもしていらないものは捨てたし。ずるい。どうせなるみさんが捨てたものって高級ブランドとか高級アクセサリーでしょ。捨てるぐらいだったら私にくれればよかったのに。私ブランド品好きじゃないからそんなに持ってないよ。またまたそんなこと言って。何を勘違いしているのか知らないけど本当だから。あと勝手に家の中に入らないこと、それから家の中のものを勝手に持ち帰らないこと。いくらママ友だって言っても私普通に警察呼ぶからね。ケチンボケチンボケチンボ。そんなことばっかり言うから私が不法侵入することになるんじゃない。なるみさんが最初から私に優しくしていればこんなことにはならなかったの。全部自業自得なんだからね。何自分のしてることを正当化しようとしてるのよ。私は忠告したからね。私今なるみさんの家に着いちゃった。お年玉の代わりになるみさんの家のものいろいろといただきます。命が惜しくないならどうぞ。え？いやー、何これ、めちゃくちゃ痛い。インターホンを押したら電気流れたんだけど。多分二人の仕業だろうな。どんな設計してんのよ。もういいもん、扉そのままガチャガチャして開けちゃうもん。いた！扉握ったらなんか熱い。今日いろいろしてもいいですかって言ってたけどこんなことだったのか。なるほどな、遊んでるなあの二人。扉がなんでこんなに熱くなってんの？どういう仕組みを。もういいわ、今度は。じゃあ庭の方から。うわー、庭は気をつけ。あ、遅かったか。今ちょっと掘り返してるんだよね、花の入れ替えしてて。それにしたってこんなところに。もう足くじいちゃったじゃない。もういいわよ、こんなことするなら私だって知らない。窓ガラス割ってやるんだから。普通には割れないんだけどね。なんでこんなに割れないのよ。特殊なガラスで作っているからそう簡単に傷もつかないよ。じゃあしょうがない、違うところから。痛い。一人でうるさいな。家の裏手に回ろうとしたら変なのが置いてあった。それ踏んだ瞬間なんか硬い石みたいなやつが飛んできたし。リアルホームアローンってこれのことか。は？小さい頃によく見なかった？金曜ロードショーとかでよく流れてたじゃん。主人公の男の子が泥棒をいろんな方法で撃退するやつ。私結構好きだったな。あんたの家どんな風な設計になってんのよ。今日だけだよ。私の友達二人が今日は家にいろんな仕掛けをしていいですかって言ってたから、ちゃんと片付けさせないと危ないな。
こんなのありえないんだけど、服も泥まみれになったし、なんなのこの家。そもそも不法侵入しといてよくそんなこと言えるね。私の友達二人、遊び半分、怒り半分だからね。は？それじゃあ、残りの地獄見ておいで。え？ちょっと！おーい、聞いてる？おーい！ゆりとひまわりとニコのライン。私のなるみさんの家に侵入するなんていい度胸ですね。いろいろ仕掛け作業楽しかったです。は？なるみさんの家に入ろうとするからこういうことになるんです。これに懲りたらさっさと出て行ってください。そうですよ、これ以上いたら命が危ないですからね。なるみさんのお家は私たちが守るんです。そういえばあんたたち仲が良くて家も近いんだっけ。なるみさんのお隣ですからね。もしかしてこの悪趣味ないたずらって。悪趣味ではありません。なるみさんを守るためのものです。それに勝手にあなたが引っかかっただけじゃないですか。そうですよ、まあゆりが全部計算してのことですけど。計算って？ゆりはなるみさんのことが大好きなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。はあ？つまりあなたのこともずっと見ていて知っているということです。あなたが今日なるみさんの家に来ること、なるみさんの家からいろんなものを持ち帰り売りさばこうとしていること、事前に分かっていたので私たちは楽しく家を飾り付けたというわけです。すごく楽しかったな。クリスマスの飾り付けもいいけど、年末年始の飾り付けとかも楽しいよね。今回の飾り付けもすごく楽しかった。悪趣味すぎない？私が怪我したのよ。どう責任取ってくれるのよ。慰謝料払ってもらうんだから。そこはなるみさんの家です。あなたが不法侵入しただけ。私以外の人がインターホンを鳴らしたらどうなると思ってたの？ユリが遠隔で操作しているので、あなた以外の人のは普通のインターホンですよ。は？なのであなた以外に家の扉を触ったりインターホンで怪我する人はいません。それにしたって庭の穴とか他のものとか。それはあなたが勝手に不法侵入したからじゃないですか。なるみさんの家なんですから、どんな設備があってもあなたは文句が言えません。それはそうかもしれないって。え？この場合ってそうなの？あなたがいくら言ったところで慰謝料なんてもらえませんよ。そうだそうだ、ずうずうしくなるみさんから物をもらおうとするからですよ。私たちはなるみさんと一緒に美味しいおせちをたくさん食べました。あなたは自分の家で一人で食べたらいいじゃないですか。すごく美味しかったよね。何よ、あんたたちずるいんじゃない？自分たちだけはいろんなものもらってるくせに、なんで私だけ仲間外れなの？先ほどまでの子供キャラはどうしたんですか？ほら、可愛くおかしく喋ってたらいいじゃないですか。こんな仕打ちされて笑ってられるわけない。どんな時も笑顔が一番ですよ。笑ってられないようなことをあんたたちがしたからでしょ。不法侵入したのはあなたですけどね。うるさい。さてと、私のなるみさんに迷惑をかけたので地獄に落としていきましょう。ニコ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 、いつだって笑わせてあげますよ。はあ、バカにしてるの？本気で言ってるからタチが悪いんですよ。なるみさんに迷惑をかけた人を地獄に落とす、それがユリの使命なようなものなので。何言って。さてと、笑顔にまつわるお仕置き。あ、いいことを考えました。絶対悪いことだけどね。日本人は目は口ほどにものを言うというくらい目で感情を伝えます。笑顔の目といえばどんなの想像しますか？こう、なんていうのかな、にっこりっていう感じで、虹みたいな形かな。そうですよね。なのでこの人の目を接着剤でくっつけて、その後綺麗に縫ってあげましょう。縫って？もちろん眼球も必要ないので取り外しましょうね。それから海外の人は目ではなくて口で感情を表すそうです。口で笑っているというのはどんな感じですか？目の時と一緒で大きいお口で虹がある感じかな。なのであなたの口を両側チョキチョキして大きな口に変えてあげましょう。そうするとあら不思議、いつ見てもニコニコしています。ニコニコじゃなくてニコニコさせられてんのよ。そんな人間怖すぎて誰も近寄ってこないじゃない。
ちょうどよかったですね。あなたのような人間に近づいたら痛い目に遭いますから、あなたはいつでもニコニコしながら楽しく生きてください。口は乾燥して、食事がうまくできず、目も開けることもできない中、この世界であなたはどう生きていくのでしょうね。裏施設に連れて行かないなんて珍しいね。せっかくの年始ですからね。ああ、その状態で生きていくのも、なかなかのハードモードです。今すぐ家から出て行きますから、そんなに怒らないで。それじゃあ私はここでドロン。キャー！足になんか縄が引っ張ってる。私のことをどこかに引きずり込もうとしてる。いや、誰か。さようなら。それではさようなら。皆さんにとっていい一年になるよう、これからもよろしくお願いします。その後、ニコさんはあの後泥まみれになって家に帰ってきたみたい。何があったかは知らないけど、半べそかきながら泥まみれで帰宅。旦那さんは実家で子供と一緒に過ごしていると思っていたのにってすごく驚いてたよ。そしてニコさんが今までお子さんの面倒をちゃんと見ていなかったことが発覚。旦那さんが仕事で忙しいのを理由に実家に預けてばかりで遊び回っていたみたい。それがバレて離婚。そして彼女はユリに連れて行かれて、目はなくなり、口を特大サイズに。遠くから見るといつもニコニコしているように見えるんだけど、近くに行くと彼女はいつも泣いているんだ。反省しながらもう嫌だって何度も言っているみたい。そんな彼女は引っ越していって今どこで何をしているか知らない。でもせっかく表社会で生きていけるんだから、今回のことをきっかけに反省して立ち直ってるといいな。ここからどうなるかは彼女次第。今年一年どうなるかも私たち次第。いい一年になるように頑張ろうね。私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のねにゃまる、この3人を育てている兼業主婦だよ。今日も家で過ごしていたら、いきなりとある知り合いが訪ねてきたんだ。で、結婚式の招待状を持ってきたんだけど、まったくありえないんですけど、最悪。結婚式の招待状を受け取ってくれないとか、これってとんでもないマナー違反ですよね。水木先輩って最低最悪な人だったんですね。あのね、そりゃ受け取れないよ。なんで？なんでなんですか？さっき理由を説明したでしょうが、いきなり来て10人くらい友人を連れてきてくれ、その人たちにもちゃんとお金を包ませろ。何これ、ありえないでしょ。しかもうちの赤ちゃんが泣いてるから帰ってって私何度も言ったよね。なのに大きい声は出すし、最悪なんだけど。へえ、そんな優しさのかけらもない人が子供育てたりとかできるんですね。どういう意味？そのままの意味ですけど、本当に冷たい。私、結婚式に来てくれる人が少なくて困ってるって言ってるじゃないですか。あのさ、それはののかちゃんが悪いよね。はあ？私の何が悪いんですか？私たちが一緒の会社で働いていた時も、正直トラブルばかりだったでしょ。しかも男関係のトラブルね。覚えてないですけど、同僚の彼氏を奪って揉めたりしてたじゃん。しかもののかちゃんはいつも幼馴染のこと悪く言ってたよね。ああ、風子のことですか？そうそう、風子ちゃんのこと。学生時代からずっと風子ちゃんに彼氏ができるたびに略奪したり嫌がらせしたりしてたって。そういうことばかりしてきたから結婚式に人が集まらないんじゃないの？一人でいるのが好きとか人間関係が苦手とか、ののかちゃんの場合はそういう話じゃないでしょ。完全に自分の人間性が問題だよね。ああ、水木先輩、昔風子と同じバイトしてたんでしたっけ？そうだよ。だから風子のことをかばうんですね。風子ちゃんが赤の他人だったとしても、人の彼氏を略奪しただの、嫌がらせしてやっただの、そういうことを楽しそうに言う人なんて嫌だよ。ああ、そうですか。はいはい、いいですよ別に。水木先輩みたいなおばさんに来られても、こっちが迷惑なんで。確かに私はおばさんだけどさ、それを言ったら1歳しか離れてないののかちゃんもおばさんじゃないの？私だけは若いんです。どういう理屈だよ。いや、マジでびっくりした。ののかちゃんは前職で私の後輩だった子なんだけど、いわゆる香ばしい言動がすごくてね、会社でもトラブル続きで、このご時世にクビになった子なんだ。
私が特に嫌だったのは、幼馴染の彼氏を奪い続けてやったと発言していたこと。ののかちゃんには風子ちゃんっていう幼馴染がいるんだけど、私風子ちゃんとも知り合いなんだよね。風子ちゃんはすごくいい子だからさ、本当にののかちゃんのことが嫌いだったんだよ。そんな子の結婚式なんて、まあ誰も行きたくないわな。ということで人が集まらなくて困っているみたい。でも集まらなくてよかったよ。だってさ、数日後。ねえ、風子、あんたギャグでしょ。え、ののか、何？今日ブランド物のワンピース着てなかった？駅前歩いてたでしょ。え、よくわかったね。ロゴとか入ってなかったのに。だって私の好きなブランドの新作だもん。てかブランドの偽物とか着るの恥ずかしいよ。いや、偽物じゃなくて本物なんだけど。負け組のあんたがブランド物とか買えないでしょ。負け組？いつも幼馴染のあんたから彼氏を奪って遊んでごめんね。でも私ついに結婚するの。私ってば一生勝ち組だ。既婚者と結婚するって頭おかしいの？あ、元からか。え？それにしてもののかって本当に頭の中お花畑なんだね。家族を裏切るような男の結婚しようって言葉を信じてるとか。いや、案外純粋なところあるんだね。そりゃそうか。いつも自分が騙す方だったから、騙す方には耐性ないのかな。ちょっとあんた、一人で何言ってるの？え？だって、ののかの彼氏って既婚者でしょ？前に一緒に歩いてるところ見たけど。どうせ違う男でしょ？私はあんたと違ってモテるの。金髪にアロハシャツみたいな格好の人だよね。ああ、それは私の彼氏だわ。すごいでしょ？大手の外資系だからね。楽な格好で出勤していいんだよ。その辺の男とは格が違うもんな。確かに格が違うかも。ちょっと何笑ってんのよ。だってその人無職だし。は？あんたいい加減にしなさいよ。私その人知ってるもの。何？どういうこと？私さ、土日暇な時とか単発のバイトに行くのが好きなんだけど、そこで一緒だった人だよ。彼もバイトしてたってこと？しかも奥さんと一緒だったの。何？どういうこと？夫婦で働きに来てたんだけど、かなり目立ってたよ。なんでも旦那さんの方がギャンブル好きで、借金は作るし、会社はクビになるし、でどうにもならなくて、それで奥さんが旦那さんを引っ張って働きに来てたって感じかな。だって外資系だって。いや、普通わからないかな。服装に関してのルールが緩い会社って今時珍しくはないと思うけどさ、あの人の場合はだらしないよね。清潔感のかけらもないような感じだったし、あのべったりとした感じでエリートと言われても。嘘だから、信じないから。別に信じなくてもいいんじゃない？まあ信じたくないだろうしね。あ、ごめん、私これから義母と打ち合わせなの。そろそろ行かなきゃ。じゃあね。義母って何言ってんの？あんたの母親は実家でしょ。え？風花の母親って血が繋がってないの？違うよ、夫の母親のことだけど。夫？私去年結婚してるんだよね。今日着てるワンピースも義母が買ってくれたものなの。デパートで一緒にお買い物をした時に私に似合うだろって買ってくれたものなんだ。いやいや、妄想きついから。だって幼馴染の私が結婚を知らないんだよ。おばさんにはののかに言わないでって言っておいたからね。ご近所さんや学校の友達もみんな知ってるよ。知っててののかにバレないように協力してくれてたの。は？何それ、私だけハブったってことなの？そういうことになるけど、当たり前でしょ。幼馴染ってだけで嫌がらせばかりしてきたような人、結婚式に呼ぶわけないでしょ。迷惑だよ。ま、その既婚者さんとうまくやれば。ふざけんな。風子ちゃんの結婚式には私も行ったよ。いわゆる玉の輿というやつで、結婚相手の家はかなり裕福で、何よりもお姑さんがとても優しい方で、風子ちゃんのことをすごく可愛がってくれるらしいの。風子ちゃんと二人のお母さんでお食事に行ったり、旅行に行くこともあるんだってさ。すごくいい関係だよね。一方、ずっと風子ちゃんに嫌がらせをしていたののかちゃんの方はというと。み、
水木先輩、お願いします。弁護士代を貸してください。弁護士代？ののかちゃん、ついに訴えられたの？いや、そういえば前にも訴えられてたっけ。違います、私が訴えるんですよ。は？何があったの？結婚するんでしょ？幸せなんじゃないの？あいつ既婚者だったんですよ。え？結婚式はキャンセルになったけど、そのお金も全然払ってくれないし、私借金まで背負っちゃったんですよ。なんで気づかなかったの？知らないですよ。というか、結婚式関係のお金ってののかちゃんが全部払ったの？相手の男性お金持ちって言ってなかったっけ？それも嘘で、あいつ無職だったんです。あらら。ね、お願いします。あのね、ののかちゃん忘れたの？何がですか？私に対してもごちゃごちゃ言ってたよね。私が水木先輩のことをおばさんって言ったからですか？それもそうだけど、働いてた頃から裏でいろいろ言ってたでしょ。仕事を手伝ってくれないだのなんだの。じゃあこれが風子だったらどうなんですか？風子が騙されてお金に困ってたら助けるんですか？当たり前でしょ。できる限りのことはするよ。はあ？風子ちゃん、私が体調を崩した時にバイト先でいろいろ手伝ってくれたり、家までポカリスエット持ってきてくれたりしてさ、あの子本当にいい子なんだよね。みんなそうやって風子のことばかり。当たり前でしょう。自分の行動を考えてみたら？みんなね、いたずらに風子ちゃんを可愛がってるわけじゃないの。風子ちゃんがみんなに対していい行動をしてくれてるから、私たちも大切にしたいの。でもののかちゃんの方はどうなの？私は人の悪口を言うのが仕事ってレベルだったでしょ。それに風子ちゃんとか他の幼馴染の子に嫌がらせをするために彼氏を奪ったりして、そりゃそんな人のことを助けようなんて人いないでしょ。だって風子の方がずるい。何がずるいの？ののかちゃんの親御さんも優しい人だって聞いてるよ。ね、ののかちゃんの家は裕福だよね。むしろ風子ちゃんの家は生活が大変だったって聞いてるけど、だから学生時代からバイトを掛け持ちしてたんでしょ。私ともバイト先で知り合ったわけだしね。それはそうだけど、運動も勉強もののかちゃんの方ができたって言ってたよ。まあ風子ちゃんがいい子だから嫉妬する気持ちもわかるけど、さすがに理不尽すぎるわ。だってまあ今までいろんな人に迷惑をかけてきたわけだし、これからはどんどんやり返されるかもね。文字通り因果応報な人生になりそう。そんなの嫌。その後、ののかちゃんは元彼さんとかなり揉めたみたいだよ。既婚者だってことは知らなかったから、慰謝料とかは請求されなかったみたいだけどね。結婚式のために払った費用とかは戻ってこないし、今も揉め続けているみたい。しかも結婚するからってことで会社も辞めてたし、いやーこれからが大変だね。ちなみにこの元彼さんは知り合いから紹介された男性らしいの。ののかちゃんはその知り合いさんの彼氏も略奪した過去があるらしいから、復讐だったりしてね。ま、真相はわからないけど、私は過去に苦労していた風子ちゃんが幸せに過ごしているから、それでもう大満足だよ。先日は安定期に入ったからと妊娠の報告もしてくれたんだ。なんか親戚の子が生まれるような感覚で嬉しいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。